ダウンの時から感覚としてはこの辺りでも U の字に引っ張ってやるってことですねこのような感じですねこれほぼベタビンですね <laughs> はい、えー、タスクゴルフ、いつもご愛顧いただきまして、ありがとうございます。今日もゴルフサイエンスの世界をお届けしたいと思っています。ということで、今日もですね、アサミゴルフクラブさんで撮影をさせていただきます、ありがとうございます。タスクさん、はい、また塩津さんからコメント、はい、重心管理を意識することで打感が変わってきました。はい、よかったです。グリップを U の字に動作する箇所は、インパクト時に行うのでしょうか、はいはい、それともフィニッシュの流れで自然に U の字になることでしょうか。 なるほど。今、インパクトのタイミングで言うの字作ってます。はい。了解です。わかりました。チャンネル登録お願いします。このゴルフクラブを扱うその基本はですね、そのグリップエンドを引っ張るということです。引っ張ってリリースするんですけどそれまでの間にテイクバックで重心管理をしてくださいということですね。そこから引っ張り下ろすんですけど、その時に、いわゆる第一振り工事さんというのはですね、重心が管理された状況で、そして 引っ張って解放するとゴルフクラブのその設計のコンセプト上ですね勝手にゴルフクラブ自身が重心を管理してボールを打ち抜いていってくれるということですねすなわちここからですね引っ張り下ろす時はもう一瞬でボールのところを通過しますし実際ヘッドっていうのがかなり大きく旋回していくんですけどもそれのボールがですねこうまっすぐ打たれていくのはこれは物理ですねこれこそがいわゆるゴルフクラブの設計コンセプトということになります。なので えー、ここでやることはですね、この重心管理をして、そして重心管理ポジションから何をやるかというと、このグリップエンド方向に引っ張り下ろすんですね。引っ張り下ろすんですけど、この時点で、時点で引っ張り下ろすと、当然これ重力もありますし、引っ張ることによってヘッドは回転運動を起こす。要するにこのような状況ですね。引っ張れば、その引っ張る直線運動がですね、結局は、 ヘッドを回転させていくこととにつながっってていくってここんですよこういうことですね。なので、中心下にして、そして、ダウンに入るときにですね、ここでグリップエンド方向に引っ張り下ろすとですね、急激にゴルフクラブは重力とともに回転運動を起こして、このように下がってきます。ただ、そのときにでもですね、ゴルフクラブを引っ張り続けなければいけないんですよ。しかもこのクラブ目線でグリップ エンンド方向へここれれがガンマフォースです、ね、で,これはですすねねは JCO3D の解析データを取ると常に効率的なプレイヤーはですねガンマフォースはですねダウンに入ったらあ極大化されていくという状況でリリースされているということですね。なのでここからやることっていうのは引っ張るんですけどその時にです、ね、急激にクラブは先にこう落っこっていきますからプレイヤーの感覚性手はここから U の字に引っ張るという。 のの U の字に引っ張る感覚が出ないとですね実際はほとんどのプレイヤーがですねクラブを横押して押していくってことになるそうすると結局は回転しないまたはこのようになりますねそうじゃなくてフリップエンド方向にここから即座にちっちゃな U の字をという意味で U の字と言っているとことですねなのでご質問の このインパクト時点で U の字にっていうことではないってことです。このダウンの時から感覚としてはこの辺りでも U の字に引っ張ってやるってことですね。で,ではこれでちょっと打ってみます。このコメントしていただいた方のようにですね、このインパクト付近でですね、U の字を描くようなスイングをすると、第一振り工事さんでもこのようになります。 このようになりますねこれというのは実際ここで U の字をインパクト周辺で作ろうと思うとですね実際はクラブはリリースされないで少し押し出さを伴って遅れていく中で急激にここから U の字を作るということになりますのでそれはタイミングとしてあまりよろしくないということですなので基本的には重心管理をしてそしてもうダウンした途端に U の字を書くように動かしていただくということです このような感じですね。これほぼベタンですね。<laughs> ということで、えー、実際はですね、このガンマフォース、すなわち切り返しからの,このグリップエンド方向へのディレクションへの要するに直線運動なんですけども、その時に引っ張り続けるには、ここで、この時点で U の字に解放していくという意識が必要と。 いうことになります最初からこう U の字しようっていう意識じゃダメなんですか引っ張るっていうよりはこの大きく U の字でこういうのはいわゆる今のコンセプトじゃないですねこうやって U の字ってことは今これ何やってるこれグリップはまあそもそも重心管理難しいしこれやってる時ってグリップ押してるでしょ常に押し動作で言うっていうのはこれですこれが常に引っ張る動作で U の字はこのようなことですね。ここで引っ張っていくということになります。はい。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 はい、えー、今日もですね、タスクゴルフをご覧になっていただきましてありがとうございます。この動画がいいと思われた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方、よろしくお願いします。また今日のようにですね、このようにあのコメント欄にですね、質問をおいていただければ、できるだけお答えしたいと思っておりますので、えー、ぜひ、えー、コメント欄の方お、よろしくお願いします。えー、ということで、次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。タスクゴルフでは、ゴルフサイエンスジェイコブ3 d について、公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。